敵の倉庫はこの辺りにあるようです。さっきの戦いの情報が役立ちましたね。 船が揺れて戦どころじゃねえ。ようこそいらっしゃいまし。気持ち悪い。戦う前に手を打っておくべきだったな。
戦うのはお前か。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることは心より嬉しく思います。俺と戦うのはお前か。戦った結果だ。一旦引こう。だが次はこうはいかんぞ。敵将討ち取りましたわ。素晴らしい才をお持ちですね。行きますわ。共に戦えること心より嬉しく思います。行きますわ。左右しうる。私たちで守るぞ。
敵であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎痛恨よな。 こちらの裏を書くなんて敵には相当な知恵者がいたのですね。ですが下を向くわけにはいきませんわ。最前線で前線して事態を打開しましょう。 味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。このままでは陣形を崩され長江の木屑となってしまいますわ。昭陽と上陽まで引きましょう。曹操殿が退いていらっしゃればそこで合流できるはずです。 窮地にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し包囲を打ち破らぬ。殿の姿が見えぬ。気がかりだ。今は無事であられると信じるほかない。 やはり逃げるなら船を使うだろうな。ここで待ち構えて正解だったようだ。読まれていましたか。味方は逃がさ。船を奪取すれば。
共に戦えることは心より嬉しく思います。足がかりとして見せましょう。今はこの喜びをかみしめましょう。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることは心より嬉しく思います。行きます。
この地は私がいただきましたわ。この先へ行かせはしない。長州、いざ参る。皆を守るため足を止めるわけにはいかん。何としても敵を倒し、この場を突破する。
態勢を取るのだ。行きますわ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。また諸葛亮の怒りかよ。
敵を倒せてよかっただよ。一緒に戦う相手がいると、それ強いだよね。敵将撃ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。やっ、見事な働きだ。いいぞ、その調子だよ。曹操様、全然見つからないな。もしや兵に紛れて移動されているのか。遅れた方がおられるようです。将軍のどなたかではないかと。味方がチリチリになってしまいました。味方を一人でも見つけたら教えてください。なんとかお助けできないでしょうか。味方の無事を知れば兵も奮起するでしょう。兵士がいるはずだ。探せ。まだこんなに戦えるやつがいたのか。撤退だ。よかった、助かりました。先に門のところまで行ってます。必ず捕虜にして連れ帰るぞ。無礼な、我が君以外には指一本触れさせませんわ。お助けありがとうございます。これで皆と合流できますわ。飛んだ邪魔が入った。引き上げるぞ。もうダメかと思いました。ありがとうございます。救出できる兵はこれで全てでしょうか。ありがとうございます。これより我らも撤退先の確保に向かいます。今はこの喜びをかみしめましょう。
お上手ね。いい感じですわよ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。諸葛亮殿の読み通り、ここへ参ったか。これ以上は進ませぬ。俺こそが軍神関羽の一の子分、周宗様だ。親分と一緒の俺はいつもの三倍強えぜ。やっはっ、いきますわ。はっやっはっ、せい。なに、関雲長が刃、受けていただこう。やっはっ、いきますわ。俺は周宗ってんだ。一つ勝負と言ったい。やっはっ、やっはっ、せい。やっはっ、いきますわ。はっはっ、えいっは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 っ。笑顔で参りましょう。はっ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 、行きますわ。資格を取った。曹操殿への恩義が我が刃を鈍らせたか。さて敵将、討ち取りましたわ。行きますわ。その調子だよ。守りは我らが受け持て、決して何者にも抜かせはせぬぞ。行きますわ。行きますわ。はっ。
ここにいるのはせめて。そういえば、関係ねえ、打ちのめすまでだ。この喜びをかみしめましょう。見事な働きだな。近づいてると聞いたんだね。しっかり警戒しておこうか。ここはこの両鉱石が封鎖してるんだ。お前らに逃げ場なんてないっての。行きますよ。行け。はっ。真剣ですね。
つったね、どうも。これが九祖猫を噛むってやつか。申し上げます、我が軍が別方面の門の首相を撃破しました。球場打開の道筋が見える。我らも一丸となって敵を打ち砕かん。敵将討ち取りましたわ。行きますわ。見事な働きとなった。一撃での周囲殿の策は完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。真剣です。行きますわ。半端な覚悟では戦場に立たん。この門を守り抜くのが自分の役目。通りたくば筋を通してもらおう。
戦で曹操軍に一日の長があるのは筋、それを覆せなかったのは自分の不覚だ。伝令、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱した。生き延びれば再起も可能。伝令、曹操様の所在がつかめました。撤退先に向かわれているそうです。敵将討ち取りましたわ。いいぞ、その調子だよ。父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いや、しかもむしろその逆よ。ふん、あの時と今回では事の大きさが違うだろう。かもしれん。毛徳、わしの道はまだついえてはおらん。我が姓の全てをかけ波動を成し遂げてみせる。この大敗の後でそこまで吠えるか。お前はつくづく懲りん男だ。俺たちは殿と一心同体です。殿が前に進む限り俺たちも共に進みます。だが気概だけではことはなせん。うん、士官の言う通りよ。みな、おのおのの再刊で体制の立て直しを急いでくれ。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退。体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。曹操、そなたのこれまでの事績、臣として並ならぬものである。故にその功を称え魏侯の位を授ける。徐州、青州など十州をもって義とし治めるがいい。はは、謹んで拝命いたします。曹操よ、この先そなたは何を望むのだ。私が望むのは乱世の収束、それだけにございます。魏侯就任おめでとうございます。うん、殿、殿が帝位を伺っているとみなされれば。淳育、お主は以後わしに対し魏侯に就任し、しかしそれは国の形としての話。殿の影響力はすでに帝を上回っている。奪う者の断りはそれを奪われることも肯定します。殿がご健在のうちはそうならずとも。同族とはいえ我らが同じ意見である必要はありません。俺は
殿の選ばれた道を我演じます。私の話など聞いていただけるでしょうか。いくら王佐の才などと評されようと。いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。報告、周囲が光陵に攻めてきました。おっと、これ一大事だ。せっかく曹操殿が魏侯に就任したっていうのに祝い気分も吹き飛ぶね。孫賢明、俺たちを中原に押し戻すつもりか。ウリンに続き光陵まで失うわけにはいきません。急ぎ救援に向かわねば。果たして孫賢の狙いは俺たちを押し戻すだけでしょうか。彼らは赤壁での勝利の勢いに乗りたいはず。それにしては今回の進軍は初動が遅い。他の何者かと連携していると考えるべきです。うん、純勇殿の懸念はもっともだ。孫賢と同盟関係にある劉備領袖軍閥の馬道、周遊なら当然手を回しているだろう。領袖の軍閥か。馬頭は以前孟徳の暗殺に加盟していた。魏侯就任に対して事を起こすとも考えられるな。巨匠を手薄にするわけにはいかん。ならば光陵の救援にも多くの兵は避けんか。まだ軍の立て直しも途中だというのに。とにかく自分たちだけでも先行して光陵の救援に当たるとしよう。僭越ながら私もお力添えいたします。いいのか。お前は巨匠にいろと言われているはず。ええ、殿から出陣を命じられることはもうないでしょう。ですが乱世を収束させるためにはこの状況を乗り越えねばなりません。なせることがある以上私も動かなければ。分かった。
ならば俺たちと一緒に来い。猛徳への弁明は考えておけ。もっともお前ならば心配ないだろうな。加工殿殿、ありがとうございます。純勇、味方はかなり押されているようだな。孫悟の軍はすでに長江を越えて上陸、こちらの戦線を切り崩しています。連携の懸念があった劉備軍は破食を進行中です。しかし慶州にも兵を残しています。十中八九孫悟に援軍を送ってくるでしょう。ここでも劉備か。孫悟を破っても横腹を突かれてはたまらん。この地は放棄して撤退命令を出すべきか。はい、現在動かせる兵力を鑑みればこちらの勝利は望めません。被害を最小限に抑えるため今すぐ撤退を。いえ、ここは孫悟を押し返しましょう。何か策があるのだな。分かった、純育の言う通りにしよう。ありがとうございます。劉備軍が到着するまでが勝負です。今回五軍の指揮を取るのは周瑜。石壁に布陣する彼を倒し敵を。今回は文爵殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。援軍ですか。ありがたい。学人様にも早くお知らせを。ご足労いただくとは恐縮です。どうかされましたか。城を守る援軍とはありがたい。今はこの喜びをかみしめましょう。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。この攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行きますよ。悪いけど医療は孫悟のものだ。おとなしく出てってくれ。五の将は籠城策を取った。門を開かせないことには話にならないな。籠城とはつまらねえ。どうにか外に出て戦えねえ。籠城は両王殿の命令だ。勝手なことするなよ。はっ
着想を得られそうだよ。 勝負を所望する。 敵将、討ち取りましたわ。 今はこの世。
喜びをかみしめましょう。驚きました。想定以上の戦果です。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。敵の足場を崩し、戦意を損。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。天下二軍には必要不可欠。ここで引くわけにはいかぬ。主、我が輩がついておる。お主の情熱のすべてこの戦に注ぐがいい。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将討ち取りましたわ。いきますわ。使命がお前の相手だ。
地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、
我らのものとするぞ。行きますか。勢いをくじくとは。ここは策を練り直さねばならん。撤退する。なんとか押し返すことができたか。ジュン、次はどうすればいい。そうですね、ただ待ちましょう。西方からの知らせを。孫悟の軍は長江の向こう側に押し返せたか。だが兵を補充すればすぐに戻ってくるだろう。先ほど石膏より報告がありました。味方が損耗した今。いえ、籠城は状況の打開につながらないでしょう。高梁を維持するにはこの先も劉備と孫権の攻撃に耐え続けなければなりません。ならばどうする。いえ、ここは関羽に高梁を取らせましょう。そうすれば劉備と孫権の同盟に軋轢を生むことができるかもしれません。なんだって、そんなことが可能なのか。赤壁の戦い以後ならば、中原への足がかりとなる慶州は何としても手に入れたいはず。この状況を利し孫劉の同盟に楔を打ち込むとは。よし、純育の策に乗ろう。劉備と孫権がこのまま同盟を続ければ。ですがこの策で、さあ、せっかく皆で守り抜いた土地を手放すとは。策のためとはいえ、少し悔しい気分です。分裂よ、この純育の。殿、お下がりください。行きますわ。よし、ここで防御体制を取るのだ。ハッテイク！
行きますよ。
三の。そうだ。今に見てよ。我が息子馬長が必ず貴様に天中を。殿、お怪我はありませんか。うん、大事ない。お主らがいて幸いであったわ。礼を言うぞ。一人逃がしてしまいました。捨ておけ、馬頭の息子。はっ。もう馬長らが攻め込んできているか。馬長関水らは道館に布陣しています。現在は洛陽と保半神の守りを固めています。いやいやいや、いえ、その代わり何いいって。いえ。ああそう、敵は連合軍。その勢いを削ぐためにもどうにか連携を崩したいところですが、正面にいる敵はかなり士気が高い。道館の北側はいかがであろう。正面から当たるか。だが職に劉備、後に孫権がいる今、皇庫の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。不安があるようです。戦局打開の一手になるかもしれません。策はあるが、この手紙を。それじゃ。で敵陣に乗り込んできた。だが戦うつもりではなさそうだ。なるほど、本日は使者として参られた。何？ほう、確かに手紙は預かった。急いで馬上様に報告しなきゃな。伝令、関水様が魏の将と接触していた模様。まさか敵と通じているのか。関水殿を
このまま函谷関に置くのは危険か。関水殿に伝えよ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。関水様、馬長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては、義の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが、いざとなれば義に下るもやむなしか。今はこの喜びをかみしめましょう。よくやった。その働き覚えておく。Thank you.
敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。決して早々には屈さぬ。
軍の進撃何としても食い止める。笑顔で参りましょう。行きますわ。やはり義は甲賀を避けこちらへ来たのだ。道館の背後はこの鳳凰黎明が死守せ。並々ならぬ証拠をお見受けしました。ですがここは華麗に抜かせていただきます。いきますわ。笑顔で参りましょう。
上に勝負せよ。義に関心を天下を渡してなるものか。笑顔で参りましょう。よくやった。その働き覚えてよ。行きますよ。その調子で行けよ。深く劣ったが、艦の中心たる父の思いを継ぎ、国にあだなす貴様を敗れてなお生きまいているようですが、馬長の一族を含め、戦果としては十分。深追いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色、それにあの男には一族を失った孤独と。ならばわしからは何も言えない。巨匠を脅かしていた馬長らは敗した。狙いは孫悟、目標は実行へ。赤壁の雪辱、今こそ果たすのだ。五軍の一部はすでに長江を渡って術江に進軍中ですが、建業に向かう敵増援の目撃情報。速やかに術江を制し建業を攻め落とす。敵はまた策を弄してくるかもしれん。岳文献。おお、ピンときました。策の方は俺にお任せよ。この憂いは立った。石碑の借り、今こそ孫権に返すのだ。狙いは定まった。
敵の足場を崩し戦意を損赤壁で大敗したことをもう忘れたのかい。だったら俺を思い出させて。今の戦を忘れたことなどはありません。赤壁の雪辱ここで果たします。は行きますわ。この地を譲ることはできん。何としても行きますわ。俺が守りきる。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。真剣です。ダセー喧嘩しちまったな。敵将討ち取りましたわ。おお頑張ってんな。その調子でいけよ。身のこなしですね。参考になります。もうこれ以上は無理だっての。悪いけど乗せてもらうよ。今はこの喜びをかみしめましょう。おお頑張ってんな。その調子でいけよ。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。ご退場いただこう。行きますよ。最新の演技終わらせましょう。
そうだよ。おお、お前の戦、並大抵ではないな。救援感謝する。やはりお前は筋の通った男だな。集隊の援軍を無駄にはすまい。自分たちの意地、今こそ見せる時だ。何人集まろうと関係ない。猛毒の道を開くため、貴様らを撃つのみ。行きます。
船着き場は防衛における要衝、突破されないようしっかり守りましょう。はっ、辛くても交代してはダメよ。皆を守るのは私たちの役目だもの。
ますわ。真剣ですわ。いきますわ。我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。そうそう、この剣業にまで攻めくると何があろうと引くわけにはいかぬ。行きますわ。打ち取りましたわ。笑顔で参りましょう。おお、
お前の戦、並大抵ではないな。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。真剣ですね。行きますわ。やっはっやっは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 っ。よし、今こそ義軍を一掃する。伏兵部隊、敵を殲滅せよ。はっ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 。行きますわ。取りましたわ。おお、頑張ってんな。その調子で行けよ。何か知らしめん。決して何者にも抜かせはせぬぞ。行きますわ。
行きますわ。
行きますわ。真剣ですわ。行きますわ。敵将討ち取りましたわ。ほう、お前の戦並大抵ではないな。義軍がこれほど盛況とは。この勢い果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。石膏より連絡。あと一歩す。合皮に撤退する。周囲を失ったばかりで動揺しているかと思ったが、踏みとどまっていたな。敵ながら見事な。しかし石壁のせ。そうだな、サポート。分かった。万長、孫権はまた必ず侵攻してこよう。承知しました。孫権め、盗っ。何をおっしゃるのです。近いよ。無論で、その言葉。次こそは父上。